こんにちは、MG の高橋です。こちらはメタトロン製品の展示ブースです。メタトロンについてご紹介します。メタトロンは現場の信号を上位監視システムにつなぐことができるイーサネットベースの産業用オープンネットワークです。シングルペアイーサネットの技術を用いて上位システムからローカル機器までシームレスな接続を可能にしています。シングルペアイーサネットは接続性に優れております。汎用のツイストペアケーブルでイーサネットの通信ができます。シングルペアイーサネットではツイストペアケーブル1対でイーサネットの通信が可能になりますので、LANケーブルと比較すると配線コストを大きく抑えることができます。シングルペアイーサネットにより長距離のイーサネットの通信が可能になります。ツイストペアケーブルで約1000メートル、電話線でも約500メートルの通信が可能です。現場の余り配線を活用した長距離伝送が実現できます。またシングルペアイーサネットには極性がありません。端子配線を逆につないでも正常に通信ができます。配線作業における配線ミスが大幅に軽減されます。こちらではシングルペアイーサネットを使用したカメラ映像の伝送ができるデモを行っています。カメラの映像を2芯のケーブルを介してタブレットでご覧いただけます。配線を入れ替えてもカメラの映像が問題なく表示できるのかというような実験もできますので、ぜひご来場いただき体感ください。続いて製品ラインナップをご紹介します。コントローラー、ネットワーク機器、入出力機器をご用意しています。ビルディングオートメーションに必要な計測、計量、スケジュール運転、電力監視、データ収集などの監視・制御システムの構築を簡単・便利に実現します。こちらがコントローラーです。コントローラーにはビルディングオートメーションで使用するアナンシエーターやスケジュール運転といったプログラムを標準装備しています。こちらがネットワーク機器です。シングルペアイーサネットで接続するためのコンバーターや分岐延長をするためのリピーターなどをラインナップしています。こちらが入出力機器です。接点の入出力ができるものや即音抵抗帯アナログ信号の入出力ができるものをラインナップしています。今後もラインナップを増やしていく予定です。コントローラーでは集めた信号を管理運用するためのアナンシエーター画面やスケジュール、トレンドといった画面を作り込む必要がなく、標準でご用意しております。会場では各監視画面をタブレットで触って体感いただけるようになっていますので、ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ MG のブースまでご来場ください。メタトロン製品の展示ブースのご紹介は以上となります。いかがでしたでしょうか。 MG では今後もメタトロン製品のラインナップを拡充していきます。お困りごとやこんな製品が欲しいといったご要望がありましたら、お気軽に MG へご相談ください。ありがとうございました。